はい、今ね、阿公の兵庫県の、阿公市、兵庫県の阿公市にある海洋科学館さんにお邪魔していまして、その海洋科学館さんがあるのが阿公海浜公園っていう公園の中なんですけど、海洋科学館さんの撮影が終わって今公園内をねちょっとうろうちょろしております。で、パパがさ、パパとロボパパとタケル、あ、ロボパパとワタルくんがさ、ほとんど公園に向かってさ、遊ぶとこね、遊具があるところに向かって行ってまんやけど、タケルちゃんが来ない、本当に来ない。もうすぐ止まるから、虫とかでめっちゃのんきに手振ってる。タケルちゃん、早来て。もうお父さんも渡るもすごい遠くやで。タケルちゃん超遅いで。タケルちゃん超遅いどうしたん、どうしたん、風強いな。何行こう。なんかおった、なんかおったの。え、ダンゴムシ。うん、これ一回もつけてなかったこれしさ、さ、お父さんのに見せようって思って、ダンゴムシを落ち込んだもん。ダンゴムシ落とした、うん、まかお父さんがだいぶ向こうやからさ、うん、それに向こうにはさ、いっぱい子供もおるし人がおるから、あっち連れて行ったら踏まれちゃう。いや、だから持っとくんだってずっと持っとったらほら遊ばれへん。何が起きた、タケル。もうちょっとで遊ぶとこやから、おいで。タケル、もうすぐやで。遊具があるよ。タケルちゃん。タケルちゃん歩いて。タケルちゃん止まんないで。お父さんたち向こう、もうどこ、あ、手振っとうで、ほら。お父さん手振っとうで。ほら、行かな、行かな。言うて手振っとうで、早くこっち来て言うて、ほらあげるちゃん。お母さんだってジュースめっちゃ、あの君らのジュースがさ、カバンにめっちゃ入ってるからさ、重いんやけど、重いんですけど、あげる、あげるちゃん歩いてよ、ちゃんと。そっからそこやん。今は火照ってないけど、これから火照ってくるで。あ、投げたらダメ。ちっちゃい、たとえちっちゃい石でも投げたら、目に入ったら目つぶれちゃうで。あげる、投げたらダメってお母さん言うたよ。え？石投げるのは超悪いで。めっちゃ悪いことよ。お母さんの目つぶれてん。見えなくなっちゃうで、たけちゃんのこと。タケルのこと見えなくなっていいか？なんの？タケルちゃんがどこにおるか見えなくなっちゃうんやで。股間も見えないし、悲しいやろ？じゃあやめてね。あ、見えんって泣いてるわ。山ほどおるな、セミはな。わからん。わからんけど声がしてる。おった？魚取りたい。お魚取りたい？
なんか網持ってる子いるね。大きい魚を取ってみたい。お水少ないやん、ここ。でも多分吐いたらジュルってなるからな、危ないと思うよ。どこ行ったんやろ。あの多分海賊船のとこ行った。え？これ、え、貝殻のこと、うん、あれ、うん、ヤドカリや、ヤドカリ、中にヤドカリ入って動いとんや。さあ、行くよ。それ貝じゃなくて雲。カニに見えた。カニやん。え、カニ、黒いちっちゃいのじゃない、さっきおった。違う、これ。え、ほら、え、おる、ほらほら、ぼっきおる。全然わからへんねんけど、この、え、クモのことじゃなくて、違う、これ。あ、カニが中の方におる。え、これ、あれカニやんな。うん、そうやで。この子の奥におるやつ。え、それじゃない、それじゃない、それのことじゃない、こっちの方にもおる。見えへんわ、それはちょうど。結構大きい？ちっちゃい。ちっちゃい？ここにおるのカニやと思う。あ、渡る来た。この穴の中にお母さんカニおるの見えた。タケルはこっちの方に見えるらしい。この穴の中にカニがおる。いろいろ、いろんなど、あの生き物がおるんやな、きっとな。海とつながってるから、ここ。出てきそうか。出てきそうではない。もっとな、表に出てきとう。こうやったらな、カニがおった。ここな、ほとんど水なくなったな。そうやな、ここ行けるんじゃん。なんかで滑る、ぐじゅって、もしかしたらあの泥があるだけで深いかもしれへんで、やめときな。うん、泥がさ、すっごい分厚かったらさ、ズルズルってなんか入っちゃうよ。うん、だからやめて。だけど走ったら、あ、走ったって泥はぐじゅって、ね、そのズバーって中に入っちゃうからダメだよ。見た目じゃ分かんないからね。じゃあちょっと生き物探しをしながら。でもたにお父さんなんか取るんちゃうか。遊ぶようの取りたいよ、かっちゃう。カニさん探しする。カニさん探しちょっとしますって言った間にちょっとローパパが迫ってきております。カニ探ししてます。あ、濡れとん。台風、昨日直撃やったもんな、しゃーないよな。ちょっとじゃあ、蜂が降るって気をつけて。